桑原秀和は、日本のアナウンサー、元社会人野球選手。千葉県柏市出身。いて、ザ、血液型 A 型。柏市立柏高等学校、秀明大学卒業後の2008年4月、日本海テレビジョン放送に入社。同年7月より、アナウンサーデビュー。2016年3月で退社。同年4月、静岡放送へ入社。 同16日にて、BS スカッパー。向けに生放送された、J リーグ中継、J リーグサタデーナイトマッチ明治、安田生命 J1 リーグファーストステージ第7節ジュビロ岩田対横浜 F マリノスの中継では、ピッチリポーターを務めている。同24日の夜に、テレビ放送されたニュースにて正式に、同局アナウンサーとしてデビュー。東京アナウンスセミナー発揮生。 2005年9月、当時所属していた地元の公式野球クラブ、松戸ベースボールクラブティアが、茨城ゴールデンゴールズと練習試合をした際、入団テストへの誘いを受け、同年10月16日に、稲敷市桜川球場で行われた、茨城ゴールデンゴールズレロックシーズン選手オーディションを受験し合格、入団に至った。日本海テレビへ入社した2008年までは、在籍していた。 在籍当時の背番号は51。2007年までの同僚、今井誠二は高校の同期でもある。結成から1年ほど経った時、創設者で監督だった萩本金一の意向で選手を減らすため対談する可能性があったが、地元稲敷市民の働きかけもあり残留。その後、坂井忠春による指導の下、バントの練習に取り組み、バント専門要員となった。 2007年9月に行われた全日本クラブ野球選手権大会では、準決勝、決勝と代打で送りバントを決め、優勝に貢献した。2008年7月6日にグリーンスタジアム倉吉で開かれた鳥取北ローズとの交流試合にも出場した。バントの切り札として送りバントを決めている。また、同年に GG が鳥取へ来てからは、地元チームである、 鳥取北ローズの練習に参加していたこともある。過去の保存キャッシュ一覧、インターネットアーカイブより、ありがとうございます。